メール頂い,いてさ、はい、その後の変化とかと質問もあるっていうことで、はい、今日はちょっとあの後が詰まっちゃってるのでこう、はい、テキパキ行かないといけないので、はい、じゃあその後の変化から伺ってもいいですかあはいえっとですね、まあ、腹式呼吸から生体減音あと、えー、音圧の方を、はい、一通り見せてもらいまして、はい、でとりあえず腹式呼吸からとりあえず腹式呼吸を、はい 意識的に、こう、重点的に置いてやってみて、で、で、あと脱力だとか、そういうのやってみて、もう、歌声がもう、はるかに違うくて、もう、なんか、あの、その動画を見て、その、えっと、確かね、えぇ、生体原音の方の動画を全部見終わって、その後に、こう、やってみたんですよ。はい。 で、やってみたら、めっちゃめちゃ響いて、声が。おぉみたいな。<laughs> で、ちょっと、これ、これやばいわ、と思って。<laughs> <laughs> ちょっと、さっそくお風呂場、ちょっと家にいたんですけど、その時。ちょっとお風呂場に行って、ちょっと、そのまた、お風呂場で、バンってやってみたら、なんだこれみたいな <laughs>。すごい力抜けてんのに、すごい響く、みたいな。すごいと思って。で、あの、前にメールで、その、 質っていうか形でその高音が出ないっていう部分でやったんですけど、はい、昨日あのライブの,その練習の方をしまして、はい、スタジオ練習しまして、はい、そのはい A シャープですか、はい、それも出るようになったんですよ <laughs> うーはい、はい、まだちょっと力みはまだねちょっとまだあるんですけどそれでも出るようになりましてうわーと思ってもう。<laughs> もう,すもう本当にもうずっと感動します今 <laughs> ああすらしいですねはい <laughs>、はい、聞いてて本当こっちも嬉しくなっちゃいましたよ <laughs> <laughs> いやもう本当にもう感動しましたね本当にああよかったですねず,ずっと今まで高音出なくて悩んでたのがもうまさか1日2日1週間でねもう改善のメドが立ったっていうのはすごいもうねう 目でも見ててるんじゃないいいかっていうぐらいの <laughs> 前あのメールで質問してもらって俺はまあ答えたじゃないですか、うん、でその時でもまだ半信半疑だったと思うんですよはい本当かなとかっていうのもあったと思うんですけど、はい、やっぱ出たでしょ出ました、うん、すごかったですね本当にやっぱりちゃんとしたことを正しい順番でやればはいやっぱ本当だから歌に才能は関係ないと思うんですよ はい、やり方をみんな勝手にこういろんな自己流でやってるから、はいあのー、あれがどうこう,どう、まあ、特に高い声なんかもそうですけど生体、はい、言語なんか見てもらえば本当にわかると思うんだけど今まであなたがやってたやというかこう考えてた方向と真逆じゃないですかそうですねもう真逆ですね,ね、はい、力んだりとか頑張ったりとか、はい、でどうしてもそういうふうに言っちゃうけど はい、だからああいう本当に常識の反対ぐらいこう違うアプローチでやったら本当に短期間でやっぱり結果って出るものでしょ出ますねはい正しいやり方って本当重要だと思うんですよねはい素晴らしい報告、はい、ありがとうございますいやこちらこそ本当にありがとうございます<ー>はいもうよかったです本当に、うん、あの参加してよかったですねはい<ー>もう本当にもう嬉しくて本当泣くそうになりました本当に <laughs> そういうふうに言ってもらうと、はい、本当、こっちもね、やっぱり、いや、あの、教えたいがあったというか。